なに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 なんこれ、なになに、今日ね新聞とこ入っとったんよ。なんだろうこれ、なんて書いてある。名もなき家事妖怪やって。お手伝い犬ね、なんかここ書いてあるよ。家事妖怪ってどういう意味。名前のない小さな家事がお家にはいっぱいあるよって。ほったらかしてたら妖怪になって現れちゃうって言っとうよ。うちにもあるんじゃない。おもちゃ出しっぱ、はい、ケイトのおもちゃも出しっぱなしになってたりするよね。おもちゃ出しっぱ。じゃあ名もなき家事妖怪やっつける。やっつけてくれる。やっつける。やっつける。やっつける。イエーイ、やっつけよう。行ってみようか。うん、行ってみよう。他にも妖怪見つけようか。グラスのミッパー、靴脱ぎっぱ、靴下まるまる、ペーパーカラカラ。お手伝い券を作ってみようって。オリジナルでなんか好きなの描ける、ね、好きなの描けるって、うん、帽子置きっぱ、花瓶の中の水を変えないと出てくるよ、うん、花瓶の水放りっぱ。子供が家事に参加する家庭は働くママの感じるストレスが 15% 軽減されるという調査結果に。嬉しいです。もうちょっとでも手伝ってくれると時間が増えるので嬉しいです。お風呂洗いと新聞取りいっぱいやります。これから気づいたら自分からやっていきたいと思います。子どもの家事への意識が変われば今が変わる、未来が変わる。いずれは家事を手伝うという考え方自体がなくなりますように。名もなき家事妖怪。